内田彩 J カントリー。皆さんこんばんは、内田彩です。さあ今週も始まりました、内田彩 J カントリー。この番組は私内田彩がアメリカのカンザスと KBS をつないで楽しいトークと素敵な音楽をお届けする30分です。私ね、先日メジャーリーグに、大リーグに初めて行ってきました。日本でも野球観戦って一回行ったことあるかなぐらいの、なんか阪神の練習試合見に行ったかなぐらいの、なんかそれぐらいしか行ったことなかったんですけど、先日初めてこっちで行ってきまして、カンザスはねロイヤルズ、今めっちゃ弱いんですけどめっちゃ弱いんですけど、でもそのロイヤルズのチームの、バトルに行ってきまして、すごいっすね。やっぱりメジャーリーグはお客さんももちろんしっかりじゃなかったけど、でもやっぱり平日やったんですけど、ほぼほぼ入ってたかな、7、8割かな入ってて、相手がねガーディアンズっていうチームで、まあ、ロイヤルズ対ガーディアンズを見に行って、まあ盛り上がりがすごい。もちろん日本もねテレビで見ているので、まあ大体こんな感じやろなっていうのは分かってたつもりなんですけど、アメリカもやっぱすごいですね。騒げみたいな感じのコーナーとかが、コーナーっていうか投球の間のちょっとした時間とかもこうノイズみたいな、騒げみたいな時間があったりとか、もうひたすらみんなわーわーわーって言ってる時間、あとはねキープカムって言って、よくいろんなスポーツの休憩時間とかにやたらこうカップルが映ったら、みんなが映ったカップルはキスしなあかんみたいな、見たことありますテレビとかで。もうそれが本当にリアルに、もう映った人たちはもう確実にみんなチューしてはったりハグしてはったりみたいな感じで、アメリカやなと。あとダンシングの時間があって、こうダンスしまくれみたいなんで、ダンスしまくってる人たちがいっぱいこうどん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 映っていくみたいなとか、私は全部せずにはぁーって思いながら見てたんですけど、すごいですね、すごかった。でもすごい面白かったですよ、盛り上がりもすごいし。でまあブログにもちょっと書いたんですけど、載せたんですけど、お腹空いてチキンとポテトとコーラかな、なんかそんなんぐらいだけ買いに行って、いくらやと思います？もう日本円でいくとね、もうそれほぼほぼ2人分というか 1.5 人分ぐらいで、もう3500円ぐらい。もうはってはって感じ、ほんまに高いですけど、まあ球場の中やしね、余計に高かったんやと思うんですけど、でもすごかった。まあ行く価値はありましたね、あった、楽しかったです。でちなみにロイヤルズその日は買ったんで、ギリギリ買ったんで、余計に楽しめたんですけれどもね、大谷さんとかね来はった時すごい見に行きたかったんですけど、なかなかそのタイミングが合わずで今回になったんですけどね、またいつかそんな日が来たらなと思います。日本もねタイガースとかオリックスとかもうめっちゃすごい盛り上がられたんですよね。タイガースもあれですよね、あれっていうのなんかなんやろうと思ったら、あれかっていう感じで私も知ったんですけどね、知り合いからあれやでとか言って、あれってなんやって思ったら、ニュースちゃんと見て分かりました。メッセージも来てますね。高校野球とゴジラ大好き芸人さんは、こちらでは阪神タイガースが18年ぶりのセリーグ優勝、各局がとてもいろいろ盛り上がって、特番放送とか経済効果も800何億円とか言われてて、すごいですね、大盛り上がりです。さらにオリックスもリーグ3連覇を達成したので、関西同士の日本シリーズめっちゃ盛り上がりそうです。いいっすね。カンザスにはアメフトのチームがあるようですが、そうですね、こうやって野球は忘れ去られてますね、ロイヤルズ。はい、まあいいですアメフトのチームがあるようですが、地区優勝やスーパーボウルの時はやはりめっちゃ盛り上がるんですかと。そうそう、カンザスはそのチーフスってね、この前もスーパーボウルで一番強くなったチームなんですけれども、がカンザスのチームなので、すっごい盛り上がりですね、やっぱり。もうその応援の時もみんなが本当に家とかお店とかで盛り上がって、街中赤に染まれて、まあ、チームカラーがね赤なので、もうそれぐらいすっごい盛り上がりましたよ。またおそらく今年も盛り上がるんじゃないかなと思います。ちなみにそのメジャーリーグの球場のロイヤルズの会場のもう横がチーフスの会場で、その日はねチーフスの試合はなかったんですけど、まあそこもでかかったです、ね、いつかそっちも見に行ってみたいなと思うんですけど、すっごいチケット高いらしいですよ。
チーフスの試合は、まあいつかね、いつか見れたらと思ってますけれども、はい、まあ、そんな感じで、今週もね番組進めていきたいと思います。今週のメッセージテーマはこんな秋見つけたよ、こんな秋見つけたよということで、事前にね皆さんからメッセージいただいておりますので、そちらもご紹介していこうと思います。というわけでこの後6時まで内田彩とお付き合いください。この番組はキル岩盤浴 BS ファイン鴨繊維の提供でお送りします。鴨繊維という会社をご存知ですか？日本から体の冷えをなくしたい、そんな思いで新機能素材キル岩盤浴 BS ファインを生み出しました。1年365日あなたを冷えから守りたい。繊維の力で明日を変える、鴨繊維株式会社。内田やアルバムあなたの板町、アメリカブランソンのミュージシャンたちと作り上げたハートフルなサウンドがあなたの心に響き渡る。内田や6枚目のアルバムあなたの板町、詳しくは内田やオフィシャルウェブサイトにて。内田や J-Country KBS 京都からお送りしています。あなたの体を冷え疲れから守るキル岩盤浴 BS ファイン。さあ今週もこの方とお電話がつながってますよ。 BS ファイン鴨繊維株式会社会長の角野光俊さんです。もしもし。こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。こんにちはからこんばんは。日が、ね、こんばんはですよ、ね、日本も短くだんだんなってきましたね。で朝6時ね、夏場はもう4時半ぐらいから明るいんですけど、はい、なんか今年ずっと夏だったので、なんかそうみたいですよね。9月ね、で突然10月になってちょっと冷え込んできだしたので、ね、なんか秋がないのかなとぐらいですね。最近本当極端ですよね、日本の季節が。なんか本当そうですよね。それで実は、はい、10月から有事宅キャンペーンっていうのが始まるんですけどね。あ、はい、新しいカタログができたんですね。あ、ついに、はい、今秋冬カタログ、すごいズームで社長がちゃんとこう今ね、はい、見せていただいてまして、新しい表紙が写ってますけれども、そうですそうです。いい感じじゃないですか。今回は読み物が結構多いんですね。はいはいはい。でいつも、ね、まあ、いろんな方に BS ファインを使っていただいて気に入っていただいて、はい、それでまあ、うん、そういう方といろいろお話をさせていただくんですけども、はい、これ見開きのページ最初は皆さんもよくご存知の生島博さんという方と対談させていただいてるんです。でこの方なんでというと、まあ、もともとお腹を冷やしたらダメということで、はい、私どもの番組によく出ていただいてた石原ニーナ先生のお父さんとも仲がいいんですね。はいはい、あ、そうなんですね。でそれでまあそういうところの共通項があったり、実は生島さんとはね、はい、今から12、3年前に一度一緒にラジオをやったことがありましてね、その時に生島さんが言われたのが、はい、君この商品いくらでも売れるだろうと言われたんですね。はい、その番組では売れなかったんですけど、それと書籍を出されて、はい、こちらにもこの、カタログにも写ってるんですが、貯金という書籍を出されたんですね。お金じゃなくて筋肉の筋の方で貯金ですよね。貯金で、90歳になっても筋肉はつくっていうことなんですよね。そうそう、いつからでも筋トレ遅くないって感じですよね。そうですそうです。いろいろお話をさせていただいたら、はい、日常からそういうことをもうやられてるわけですね。なるほど。だから本当にスポーツ選手のような体幹力でした。あ、すごいですね、本当に。でスポーツ選手といえば次に、はい、伊藤美誠選手、卓球の選手ですね。伊藤美誠さんも有名な卓球の、はい、そうですそうです。で彼女もやっぱり体の冷えが暗くて温活の勉強をされているということで今回出ていただいたんですね。そうなんですね。だから体を冷やさないことの大切さっていうのをお二人とも少し言われてるんですね。で、まあ、今回新商品とかそういったものも実際にはあるんですけども、はい、今回読み物が非常に多いんですね。でその次のページはいつも出ていただく石原ニーナ先生が免疫についてって書いていただいたんですね。本も出されたはい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 、うん、
だからやっぱりこれも体を冷やさないことが大切だということですよね。でさらにこれから、まあ、今日本は電気代がすごい高くなっているので、なかなか冬の暖房って大変だと思うんですけども、はい、やっぱりより快適に夜眠る。で BS ファイン今回、冬用の掛け布団も出したんですけども、そういったものとか毛布を併用していただいたら、はい、気密性の高い場所であれば多分京都市内暖房いらないと思うんですね。ところが宮内先生一言言われてまして、はい、暖房がいらないと言ったらダメだと思ったんですけど、はい、18度以内にキープしなさいよって書いてあるんですね。室温とそれから体温も18度、ということでやっぱり、はい、温度を暖房をどんどんかけるというよりは、はい、少しだけこうかけるっていうのが重要だなっていう。だからまあいろいろなものがあって、それから冬場新しい裏着のインナーウェアですね、はい、新商品がいろいろ、で新商品もそんなにたくさんはないんですが、はい、やはり、冬1枚でかさばらずにご愛用いただきたいっていうのがありまして、はい、でもう今までの人気商品とか、うんうんうん、そういったものも合わせてご着用いただければ冬本当に快適に過ごしていただけますってね。本当にBSファインも必須なんでね。だから何でもない今回は新商品があれもこれもこれもっていうよりは、はい、やはりこの冬この商品使っていただくと快適に過ごしていただけますよっていうような構成ではあるんですけども、お客様がよく商品のことを知っていただいてて、そうですよね、で、はい、熱くないんだよねっていうことですね。そうなんですよ、熱くなりすぎないというか本当に心地いい温度でストップしてくれ、調節してくれるんですよね、もう勝手にいい温度に。この不思議な感覚ね、ぜひとも皆さんもね味わってほしいなと思います。また、ね、この新しいカタログも今じゃあ徐々に皆さんに順番に配布しておりますので、はい、急ぎでという方でお手元に届いてない方はまたカタログをお申し込みいただければお送りさせていただきますのでね、はい、ね、楽しみに皆さんしていてください。いろいろ、ね、読み物としても本当にすごく楽しめる一冊になってると思いますので、はい、なるべくいろんな、ね、悩みとかあると思うんですけども、やっぱりこういった方にお話をしていただくとまた違いますので、ね、そうですね。だから私いつも言ってるんですが、私たちはやはり社会の課題を解決するんであって物売りをしてるんではないので、いろんな形でお客様にお伝えをできればというふうに考えてますから、ぜひお手に取って読んでいただければと思います。本当にね、たくさんの方にこの会長の思いも皆さんの思いが、ね、伝わって、お互いが、ね、通じ合ってどんどん広がっていってるんじゃないかなと思うんですけれども、 そしていよいよ今週末ですね、土曜日に KBS ホールで開催されます美と健康欲張りフェアに、今年も BS ファインのお店が出展されて、そしてさらに角野会長もステージに上がられるんですよね。はい、香港在住の、ね、いつも来ていただく楊先生、はい、で本当はね来ていただく予定だったんですが、はい、どうしても体調を崩されたので、あららはんはんはん、で、Zoom で参加していただきますので。そうなんですね、はい、でもそれもね、いろいろね楽しいお話が聞けると思いますので、はい、角野会長の美と健康セミナーは10時55分頃からということですね、はい、朝の10時55分頃からで、あとお昼の、ね、1時から2時の久米村直子のスーパーデューパーさんですね、久米村さんの番組の公開生放送、そちらの方にも角野会長がご出演されるということで、はい、あとはねもちろんBS ファインの販売ブースもあるので、実際に、ね、手に取って体感していただけますし、角野会長とも実際にお会いできると思いますので、本当にいつもね、はい、多くのお客様来ていただくのが、ね、ありがたいですよね。いや私も行きたいんですよね、本当になんかもう毎年どうぞ来てくださいfrom USA いつもねあの場にいて一緒に皆さんとこの BS ファインをいろいろこう喋るのがすっごい楽しみの一つだったんで、ちょっとすっごい残念なんですけどね、皆さん私の分までいっぱい楽しんでいっぱい角野会長と喋ってきてください
で、あと水戸健康にまつわるあの美味しいキッチンカーとか抽選会もね、もちろんありますので、午前9時30分会場で10時からステージがねスタートということですので、今週土曜日ぜひとも KBS ホールにお越しください。水戸健康欲張りフェアお待ちしてますね。はい、そしてあのね、もちろんそこの会場でも BS ファインの商品いろいろもちろん試して実際手に取っていただけると思うんですけれども、まあ、どうしてもいけないっていう方もあのホームページ、そして無料のパンフレットもありますのでね、まずホームページですとインターネットから昼岩盤浴や BS ファインでぜひ検索してみてください。そして、無料のパンフレットですね、こちらご請求いただきますとサンプルリストバンドも1枚セットでお送りいただけますので、手首や足首にはめてぬくもり実感してみてください。パンフレットもね新しいのができたということなので、そちらが届くかなと思います。お問い合わせ先です。 0120-259-789 0120-259-789 カモ繊維までお問い合わせください。というわけで、じゃあ社長、今週は土曜日 KBS ホールで、はい、ぜひともリスナーの皆さんと一緒に、はい、ね、楽しみですね。またじゃあ社長、来週も会長、はい、また来週も話聞かせてください。ありがとうございました。失礼いたします。失礼します、はい、内田や Country KBS 京都からお送りしています。ここで一曲お聴きください。内田彩でロングロード、 J カントリーバージョン。ここからの時間は私内田彩がアメリカ生活で見たこと聞いたこと感じたことを交えつつ皆さんのメッセージ紹介していこうと思います。今週のメッセージテーマはこんな秋見つけたよということなんですけれども、さすがにねもうセミの声はしてないでしょうし、秋の虫の声がしてるかなと思うんですけれども、カンザスのね私の家の周りも今はねコオロギかな、やっぱりあの声をコオロギとかもう秋の感じやなっていう、もう秋の虫の声やなっていうのがやっぱりいっぱいしてますね。うん、で空気感もやっぱりどんどん変わってきてますし、葉っぱも色づいてきてますし、もちろんね日本みたいになんか紅葉みたいな感じではないですけど、やっぱり季節が変わってきてるなっていう感じはすごい肌で感じますね。温度もあのね、なんか日本もね9月中ぐらいまでめっちゃ暑かったんですよね。10月からちょっと涼しくなったかなとは聞いてるんですけど、こっちもね本当に30度超える日もあったり、すごい涼しくなる日もあったりなんかして、結構バラバラですね。この前の土日なんかも
なんだやろ、20度いかへんかったりとか、まあそんなんもあったりなんかですけど、まあでもそんな感じでね、秋を少しずつこちらでも感じているわけなんですけれども、皆さんはどうでしょうかね。キラメイピンクさんは、早朝自転車で走っていると涼しく感じます。夏と同じ時間でももう薄暗いと。そうですよね、やっぱりこの番組が始まる時間とかも、いつもやったらね、スタジオからこうリアルタイムで5時半のこの感覚が分かってたんですけれども、ね、今も同じ時間でもやっぱり明るさがね変わってきますもんね、太陽の時間がね、うん。財布の中身13円さんは、僕は滋賀の大津の間野というところに住んでいるのですが、秋を感じるのは稲刈りですね。もうどこもされているんですが、稲刈り、新米早く食べたい。あやさんはアメリカに住んでおられるので、やっぱり主食はパンでしょうか。いえ、ご飯でございます。こちらでもね、普通にご飯食べれるんで、日本のお米、ジャポニカ米というか、なんというか日本の、うん、コシヒカリみたいなのちゃんとありますんで、もうそれでもう16穀米とか5穀米とか混ぜたりして普通に食べてますね。だから半分ぐらいはご飯じゃないかな、うん。まあ、パンももちろん食べてますけどね。だからそこら辺は割とあんまり変わらないかなと思いますね。ヤマヤンさんは、コンビニにキノコを使った商品を見かけると秋を感じます。つい最近ではしめじおこわのおにぎりとまいたけのおにぎりを食べました。キノコが苦手な方がいるそうですが、私はあの食感が大好きです。紅葉はまだなくても食材は確実に秋に突入しています。1年で一番食材が多い季節が今から待ち遠しいです。美味しそうやなねえ、キノコいいですよね。なんかこっちそんな舞茸みたいなんとか、やっぱ日本のね、キノコとはちょっと種類が違うというか、なかなか楽しめないんで、パッとスーパーで買える感じではね、ないので、マッシュルームとかあるんですけどもちろん。いやー、いいですね、舞茸とかね。松茸とかもそろそろですか、皆さん。どうでしょう、どうでしょうか、食べたいな。はい、ね、はい。もう食べたい食べたいばっかりが出そうなんですけれども、熱いでさんは、先日百貨店を通ると秋の時期に出る栗きんとん販売されてました。子供の頃、栗の木から落ちてきた栗を、イガですね、イガ栗を靴で踏んで中身を出していた記憶があります。栗は甘栗や焼き栗、栗ご飯など美味しいですね。あやちゃんはどれが好きですか。栗ご飯かな。あー、難しいな。はい。まこっちゃんさん、先日通勤バスに乗車するためバス停を目指して歩いていると、歩道のそばにある雑草の中から飛び出してきた虫がいて、一瞬びっくりしたのですが、よく見るとそこにはオスのコオロギが1匹いました。よ、オスって分からはりましたね。ほんと小さな秋を見つけた瞬間でした。すごいですね、このオスとメスを瞬時に見分ける、私はそこにすごいなと思ってしまったんですけど、コオロギってなんかね、スズムシはまだ見た目いいけど、ちょっとコオロギの見た目、昔とかバッタも全然触れたりするんですけど、コオロギとかも触ってましたけど、今ちょっとコオロギリアルに見るとちょっと触りたくないなってちょっと触りたくないなってもう思うようになりましたね。うん、オスとメスの違いをパッと見分けられるまこっちゃんさん、素晴らしい。はい。ラジオネームやぶれがささん、スーパーにすごいいっぱい牡蠣が並ぶようになりました。今年は豊作なのでしょうか。秋やなって思います。しかも牡蠣は大好きです。あやさん、牡蠣お好きですか。好きです、好きです、美味しい。こっちでも牡蠣食べれるんかな、どうなんやろ。またちょっとスーパーで注目してみたいと思います。鴨川ギャルさん、新米が出て口にした時ですと。いいですよね。あやちゃん、お米食べてますかと。ね、なんか皆さん、私がお米食べてるかどうかすごい気にしてくださってますけど、食べております、ありがとうございます。ラジオネームジーンさんは、夕方窓開けると近所で飼われているのがスズムシの声が聞こえるようになり、秋到来を感じましたよ。このかトールちゃんさんは、秋の気配が今年は夏が長引いたせいで感じられません。唯一970メートルの山へ登った時、ススキを見ることができて、セミの鳴き声も暑さのせいでお昼前には鳴き止んでます。台風もよく発生するし、中秋の満月を見ながらお餅を食べたことぐらいですかねと。ねえ、まあ皆さんいろいろな形で秋を感じてらっしゃいますね。小結藤乃山さんは、友人から送られてきた動画とともに、小さい秋見つけたの歌が鳴って、それで秋を感じた。なるほどね。曲とかでもね、そういう感じ方もありますもんね。まあ徐々に秋が迫ってきてますね。はい、皆さんメッセージありがとうございます。引き続きお付き合いください。
内田彩 J カントリー。加茂繊維という会社をご存知ですか？日本から体の冷えをなくしたい、そんな思いで新機能素材キル岩盤浴 BS ファインを生み出しました。1年365日あなたを冷えから守りたい。繊維の力で明日を変える、加茂繊維株式会社。内田彩セブンスアルバムミュージックボックス。心と耳に馴染む歌声とハーモニー、そしてどこか懐かしいメロディーライン、ハートフルなサウンドであなたの心のオルゴールを奏でます。内田彩セブンスアルバムミュージックボックス、詳しくは内田彩オフィシャルウェブサイトにて。内田彩ジェイジェイカントリー、 KBS 京都からお送りしています。さあ、アメリカのカンザスと KBS をつないでお届けしてまいりました内田彩 J カントリー、メッセージテーマね、皆さんまたぜひとも送ってきてください。2つ言うんですけど、1つだけでも結構ですので、はい、よろしくお願いいたします。まずは1つ目、つい買っちゃうもの、つい買っちゃうもの。なんかね、スーパーとかどこでもなんかパッて見かけると、食べ物でもいいですし、なんか集めてるフィギュアとか、なんかそういうねコレクション的なものでもいいですし、ご当地のなんかとかね、旅先でどうしてもやっぱ買っちゃうとかでもいいですし、つい買っちゃうもの。そしてもう一つはね、生まれ変わるなら何になりたい。あのハロウィンなので、まあ皆さんこう仮装とかでいろんな仮装してあると思うんですけども、というわけで、あの変身そういうことで生まれ変わる、うん、なんなら生まれ変わるなら皆さん何になりたい、これを2つ目のメッセージテーマにしたいと思います。というわけで、つい買っちゃうもの、そして生まれ変わるなら何になりたい、この2つぜひとも送ってきてください。メッセージの宛先ですね、お便りの宛先は aya@kbs.kyoto、 全部小文字で aya@kbs.kyoto、 ファックスは 075-431-2300、 また KBS 京都のホームページにリンクされている番組ホームページのお便り送信フォームからもメッセージ送っていただけます。メッセージ送ってくださった方の中から毎月5名の方に内田彩サイン入りメッセージカードと BS ファインのサンプルリストバンドリパンフレットをセットにしてプレゼントいたしますので、もし方は住所とお名前も一緒に書いて送ってきてください。よろしくお願いいたします。あの、私のねブログの方もまたアップしておきますので、内田彩青い空ブログ、内田彩、彩はひらがなで検索してください。アメブロでねやってますので、はい、あとあの Facebook とかありますので、 YouTube とかねミュージックビデオもありますので、内田彩の彩はねひらがなで検索よろしくお願いいたします。メッセージテーマもう一回言っておきましょうか。つい買っちゃうもの、そして生まれ変わるなら何になりたい。月曜日ぐらいまでに送っていただけるとありがたいです。はい、月曜日の朝までに送ってもらったら読めるかな。はい、なので皆さんぜひ間に合うように送ってきてください。お待ちしております。そしてあのね、今日いろいろ喋ってたあの大リーグの様子なんかもブログの方にアップされてますので、よかったら覗いてみてください。そして今週の土曜日ですね、KBS ホールで美と健康欲張りフェアが開催されますのでね、 BS ファインさんも出展されますし、角野会長もステージにね上がられますので、10月14日土曜日、9時30分会場、10時からステージスタートですね、 KBS ホール、入場無料となっておりますので、ぜひとも皆さんお越しください。私もね、角野会長言ってましたけど、ズームでつないで、何時やろ分からへんけど、アメリカがね、誰かのズームとスタッフさんのズームなのか誰のズームなのか分かんないですけどね、ちょっと喋れたりなんかしたら面白いなと思ってましたけど、どうだろう分かんないけど、また皆さん来週の夕方5時30分にお会いいたしましょう。お相手は内田彩でした。バイバイ。この番組はキル岩盤浴 BS ファイン加茂繊維の提供でお送りしました。